酒。その成分はおよそ 80% が水、アルコールは 15% 前後、そして最後の 5% は味。この 5% に昔から蔵人たちは最高のバランスを追い求め、さらに突き詰めればわずかコンマ数パーセントがその蔵の個性となります。古来より酒蔵はコンマ数パーセントの個性を磨くため切磋琢磨し、日本酒という歴史をつないできました。これが 100cc だったとしたら、この15ミリリットルぐらいしかアルコール入っていません。このお酒がいわゆるこうアルコールの刺激が強い焼酎なんかと比べて味わいが深いって皆さん感じていただけると思うんですけども、その味わいを構成している部分っていうのは本当にこの程度で、この数パーセントというのが実はいろんなこう酒蔵や、もちろん一つの酒蔵の中でもいろんなたくさんの種類のお酒があるんですけれども、それぞれのお酒の特徴や個性になっています。仙台市若林区荒町に嘉永2年、江戸時代末期から166年お酒を作り続けてきた森民酒造があります。その昔、仙台市中心部には数多くの酒蔵があったそうですが、現在は森民酒造のみとなっています。理由はお酒作りに欠かせない水、湧き水の減少だそうです。うちはですね、なぜここにまずお酒を作っているかといいますと、おかげさまで創業以来ですね、水がずっと湧き続けているということがまず一番の理由になっているんですけれども、かなりミネラル成分が豊富な、それはお酒作りの酵母で言いますと、酵母が非常にこう元気に活動できる水質の水がですね、湧きますので、うちのお酒作りというのは非常にそのこう酵母が活発に発酵するので、むしろその発酵を抑えて抑えてというような形で、仕込んでいくのがうちの特徴といいますか、スタイルになります。ここ森民酒造も震災では大きな被害を受けました。2つあった蔵の1つが完全に使えなくなってしまったのです。梁は折れ倒壊寸前です。またお酒の原料、お米をふかす釜の煙突部分も破損、修理も自分たちの手でやるしかなかったそうです。森民酒造のお酒は手作りならではの日本酒本来のコクと芳醇で味わい深い風味、最高の原料に蔵人の技術を加えて作り上げています。おすすめは東北一の超辛口清酒を自負する本醸造辛口原酒。辛いだけではなく米の旨味もしっかり残したオンザロックもおすすめのお酒です。とろりと濃厚で甘い味わいの濁り酒は陶器だけの限定商品、人肌程度のぬる燗にしても美味しくいただけます。すごく全国からいろんな形のご支援をいただいて、かなりその復興のスピードは早く今までこの4年間過ごすことができたと思うんですね。震災前よりも、例えばうちなんかそのお酒が売れたりした年や月もあったりしますし、で今ようやくですね、皆さんそういう、そのご支援というところが一段落つくのかなという時期に入ってくると思うんですね。だからこれからそのせっかく今こうしていろんな全国の方々からご支援いただいたり、いろんなお声をいただいたりですね、いろんなこう関わりを持たせていただくことができたので、それを生かして、まあ改めてこの震災はあったけれども、今こういう形で頑張ってるよというような形で、何かこう僕らの酒造りの姿を発信していければいいかなと考えています。